岡崎さんの今週の注目ニュースです、はい、お願いします、外国人の日本株買いが続いている、はい、11週間続いているというところを掘り下げてみたいと思うんですね、はい、で先に、大事なことを忘れないように言っておくと、まず私の意見としては、まあ、業績っていうのは期待も大きいんだけど、その今起きているのは業績相場、業績確認して上がってる、まあ、日本の景気そんな良くなってませんからね、中田さんね、はい、だから良くなるだろうという期待もあるかもしれないけれども、うん、確信持ったその業績相場ではないと思うんですね、うん、そうじゃなくて今ここまで持ち上がったのはざっとまあ 20% 以上上昇してるわけですけども、はい、もっとですけども、これは外国人買いの力だ。で、外国人がなぜ買ってきたかというと、これはデフレから脱却、いよいよ脱却したぞと。で、植田日銀総裁への期待。まあ、こういう非常にマクロ環境の変化ですね。これに反応したと。これは最初に言いたいことなんですけども、あと2つ言いたいことがあるんですけど、この2つ言いたいことは、実は長浜さんに聞かなきゃ分かんない。はい。調べながら、どうしても、納得できない、カツンと音がしないというか、掘っても掘っても答えが出なかったのが2つあるん でそこのことをもし私が喋り忘れてたら2つ目何ですかって分かりました、はい、で順番に話をしましょう、はい、1つ目はデータの取り方なんですけどもね、財務省のデータを使いました。外国人が売るとか買うとかっていう話は東京証券 JPX の東証のデータを使う人が多いんですけども、東証の外国人のところって本当に外国人かどうかよく分かんないんですよ、うん、外国人の国籍を買われた日本マネーだったりとかですね、うん、そういうのがあるの でなおかつ古くからのデータを一括ダウンロードできるシステムがないので、まあ、これ JPX の方見てたらぜひ改善してもらいたいんですけど、もっと古いデータも取れるように直してくださいというのがあるんですが、まあ、それもあるので私は財務省が発表している非居住者の、日本に住んでない人たちの、はい、多分これ長浜さんこれ扱っているデータ、はい、外為のデータですよね。外為で送られてきたお金、はい、出てた金っていうの、でこれは何ですかっていうところで判断するんですよね、はい、まあ非居住者って基本的にそこじゃないと判断できないので、まあ多分そこのデータ、要するに日本の国内から出てった入ってきたっていうお金で、でなおかつここで注目してもらいたいのは株式およびファンド投資ですから、はい、要するに株式用ですよと、あるいはファンド投資用ですよという日本円の買い売り、こういう解釈ですよね、うんうん、はい、そうですね、はい、だからお金が入ってきてるんですけど、本当にそれがストレートに日本株になったかどうかは分かんなくて、ファンドに滞留している可能性もあるんですが、でも一応これ何のお金ですかって言ったのが日本株を買う、日本のファンド、株式投資ファンドを買うんですよ、ファンド買うためですよという、そういうお金ですから、うん、信憑性は高いと思うんです、うん、その信憑性の高いお金が3月から4月にこう変わる3月の第5週のとこからこんなふうにずっと買い越しが来ていて、でこれ億円単位でこう書いてますけども、もう張り出ちゃうので足し上げていくと11週間で 9.4 兆円、おそらくもう12週目入って10兆円超えたと思うんです、はい、でこれ10兆っていうのはなかなかの意味があるんですよ。10兆円っていうのは一つ大きな、まあ、パンチ力のある5兆ぐらいから聞いてくるんですけどね、まあ、10兆のお金が動いたと。ちなみに月間のですね、非居住者の国内株式ファンド投資の、買い越し売り越しは過去どうだったかというと、データが発表される2005年のデータからこんな風に、まあ、ずっと買い越しが続く時期、あるいは売り越しが続く時期なんですけども、これ2013年4年ぐらいのところで、これアベノミクスでずっと買い越しが続いたんですが、以降はこんな風にすごいでしょ、売ったり買ったりで、まあ、大きな額が動き始めている、大きな額が1ヶ月間に4兆円売り越したり、1ヶ月間に4兆円買い越したりと、まあ、ほとんどなんて言いますかね、トレーディングなんですよね。ずっとこう積み上げてきてはいないんですよ。でこのデータをちょっと加工して、この売り越し買い越しを全部積み上げていく、はい、どんどん足し上げていくとどうなるかというと、こういう絵になるんですよ。こういう絵に、例えば2005年から2007年の7月までずっと28兆円買い越したんです、流れていくと。でそれから2007年の7月28兆円から、これまあリーマンショックの前の年ですけどね、株価のピークのところですけどね、ここから09年3月まで 13.4 兆円まで 14.6 兆円売り越すんですね。で売り越した後11年の8月まで今度買い越すんですが、9兆円ぐらい買い越すんですが、その後3兆円ぐらい売り越して、12年の9月、ここからアベノミクスへの相場が移行していくんですけど、 19.5 兆円から15年5月まで44兆円、つまり25兆円買うんです。25兆円、これ28兆円でしょ、25兆円でしょ、
10兆なんてのまだまだ通過点なんですよ。そうですね、本当に買うときは、本当に買うときは20兆30兆のお金 でもっと言うとグローバルなマネーで言うと本当にお金が動くときは1兆ドル動くと言われてます。ああそうです、ね、1兆ドル動くということは日本円で140兆円ですからね本当に動いたらこんなもんじゃない。ただ本当に動くかどうかって言ったら本当に動くだけの材料がないとダメなんです、うん、ここもポイントなんですね。で今回の場合は23年の3月の時点で 16.7 兆まで結構減ってるんですよ、買い越し額は、はい、もちろんこれ売り越し買い越しの積み上げ金額ですから時価で考えたら全然違う動きになりますよ。全然違う動きになりますから、でもいずれにしても売り越し買い越しでずっと売り越しがトレンドとしては続いていて、ここが一気に 16.7 兆円28兆円減った格好になってるんですけど、ここが一気にこう上がってきてるという感じなんですね。でこのグラフを、このグラフの形ですね、このグラフを折れ線グラフにして日経平均株価と重ねてみます、はい、いいですか、よく見てください。この形がこの形です。あ、はい、わかります。この形が日経平均とここまで重なってるんですよ、うんうん、でもそこからこうワニの口になって、そうです、全然違う形になってるんですよ、はい。でここで長濱さんに一つ聞きたいんですけどね、はい、これあの先ほど冒頭で言いました外為のデータだから、はい、日本円に送金されたお金がここに投影されてるんだけども、はい、バフェットさんみたいに日本で債券を発行して、はい、でその発行した債券で日本株を買う、はい、日本円調達して日本にファンドを作ったらお金が出ていかないですよね、入んないですよね。あ、そうですね、はい、ということはこの赤い折れ線グラフのこの累積額にバフェットさんのお金って入ってない、はい、あ、言われてみればそうかもしれないですね、かなと思うんですよ、はい、それバフェット型の投資があればそれがまあ押し上げてる可能性があると、うん、でここまでの時代はそうでもなかった、まあ、なんでここからかというとこれ2015年からアメリカって利上げが始まってるんですよね、うん、2015年から利上げが始まってでスワップがもらいになってって、うん、日本で調達した方がいい時代が始まってから同じようにこう動いてないんですよね。これ一つなんですよ。あ、目から鱗です嬉しい嬉しい、なるほど、ひょっとしたらそうなんじゃないかなというのが一つあるんですね。ただそうは言いますけども、バフェットさんみたいなバークシャーハサウェイなんていうものすごいでかい会社を持ってる人は日本で資金調達して日本で債券を発行して日本株買いますけども、例えば個人投資家はそんなことできませんし、大概のファンド、ヘッジファンドなんかはそこまでの資本力、そこまでの格付けも持ってませんから、あれは特殊な例であって、ほとんどの人はやっぱり日本円を買って、もちろんヘッジつけるかもしれませんけど、日本円を買って日本株を買うというスタイルだと思うんで、今度はちょっと年間で見てみたいと思います、はい、年間で見てみるとこんな感じなんです。2005年からのデータもう一回年でくくり直しました、まあ、こうやって私は何度も何度も週から月、月から年と繰り返してですねデータを見ていくんですけども、例えば一番たくさん買ったのはアベノミクス時代の2013年ですね、15兆16兆ぐらい買ったのかな、これすごいです。1年間の買い越し額としては郵政解散が起きた2005年の時も12、3兆円買いました。これどちらも非常に株式市場関係者には印象的な時代だったと思います。でも金融危機の時はこの通り年間で8兆円とか、2016年米中貿易摩擦が激化していく時には5兆の売り越しとか、アメリカの利上げが加速した18年も5兆を売っていくとか、コロナ危機になると10兆ぐらい売っていくとか、こういう感じで、でまあこの大きな中でいうと今のところまだちょぼちょぼなんですよ。でちょぼちょぼで非常に雑な統計分析なんですが、この年間データと年間の日経平均騰落率を相関を取るとこういうようになります。まあ、大体は 0.4 ぐらいですから大したことないんですけど、まあ悪くはない範ですね。で、2.28 倍って言うんですけども、まあ、分かりやすく言うとこれ10兆円買うとですね 27% 株が上がるというような、こんな円になるんですよ。ちなみに3月の第5週っていうのは今回の相場が始まった、今回のこのデータでいうとこの外国人の買い越しが始まったところが2万8000円だったんですけども、そこから 9.4兆円買い越しました。この 9.4 兆円の買い越しをこの 9.4 をここの X に代入すると推計式では日経平均3万5000円になるんです。で3万5000円になるんですけども、6月の第1週3万2000円ですから、まあ外国人買いだろうと、うん、まあ、10兆近く買ってきてで2割ぐらい上がったという、こういう話でいいと思うんです。何が言いたいかというと、日本人が押し上げた力は極めてまだ低いと、でもっと言うと外国人が買ったっていうのは、話を元に戻すと金融環境、マクロ環境の変化だと思うんですよ。でだけどそうは言うけども、一応10兆は来たけども過去の例で言うと20兆30兆あるじゃないですか、はい、
これはやっと言いたいことができる。これは、はい、もう一つ目の質問出したんで、二つ目ここなんですけど、ここからが質問なんですけどね。10兆の買いぐらいっていうのはやっぱりちょっと金融緩和があるだけでも多分来ると思うんですよ、過去見ても。でこれ20兆になるか30兆になるかっていうのはもう一つハードルがあるような気がするんですね。でこれがね、一番今日長山さんに聞きたい話なんですけどね、非常にこれも乱暴な意見です。これ鉱工業生産指数です。でこっちはさっき見た外国人の累積額です。まあ、これ似ても似つかぬかもしれませんが、専門家が見ればやっぱりこういう落ち方で、こういう上がり方で、こういう落ち方、こういう落ち方、確かに日本が利上げしないとか、うん、確かにデフレから脱却したとか、これは間違いなくいい話で、日本株の買い材料だと思う、買い材料だと思うんですが、それがそれで動くお金っていうのはまず第一なんで、それは10兆円ぐらいだと。次の10兆、さらに次の20兆を期待するならやっぱこれじゃないかなと、生産じゃないかと私は思うんですよ。どうでしょうか。いや、おっしゃる通りだと思いますね。ただ生産の予測数なんか見るとですね、まあ、ちょっと、はい、先行き若干慎重な感じがあって、であともう一つ私がちょっと懸念しているのがですね、まあ、多分その外国人投資家がいわゆるデフレから脱却の期待を高めた一つの理由っていうのが、まあ、30年ぶりの賃上げも一つだったと思うんですね。はい、ただそれが初めて反映される4月の毎月勤労統計が出たんですけど、まだそれって要は春闘の影響って4割ぐらいしか反映されてないんですけど、まあ、逆に言うと4割ぐらい反映されてるわけですよ。その割に低かったですね。そうなんです。前月比で、成長性前月比で名目賃金 1% も下がったんですよね。だそうなると、まあ、今後のね、名目賃金の動向次第なんですけど、まあ、そこであれ思ったほどマクロ賃金上がらないってことになってくると、ちょっとハラハラしてるんですけどね。 それね、そこはちょっと心配かなと思いますね。まあとりあえず私の言いたいことはここなんですよ、はい、10兆は来た、でも次の10兆が来るかどうかっていうのはやっぱりこれは日本の生産が回復するか、まあ、長山さんの言葉を借りれば賃上げが進むかどうか、つまり本当にメカニズムとしてインフレ型の経済になっていくか、やっぱこれを見極めてから投資家は慎重に行動してもらいたい。でさっきのトヨタなんですよ、10兆来たので最後の10兆の最後の最後のですね、玉がですねトヨタとか三菱に入ったと思うんですけども、次の10兆が来るかどうかっていうのはやっぱりここからのマーケットを見なきゃいけないところだと。一回この3万3000まで上がったところで我々はもう一回日本のファンダメンタルに注目したいかなと、そんなふうに思う次第です。そして一投資家としてはこの後どうなるの、まあ、ここというところが気になると思うんですけど、ここ来週どうなのっていうのがあったんですよね。調べます今からでも、まあ、考え方間違ってなかったって長山さんにも言ってもらったんで、はい、このアプローチでしばらく足元のデータもう一回つぶさに、やっぱり生産ですよね、はい、生産鉱工業生産指数がまずはコロナ前に戻らないと、はい、いやおっしゃる通りですね。ですよね、はい、まずはそこだと思います、はい、ね、だから固体電池の話もいいんですけども、明日から作るわけじゃないんでね、やっぱり明日からの経済がどうなっていくかっていうのはやっぱり見ておかなきゃいけないかなと思うので、長谷さんよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はい、ということで岡崎さんの今週の注目ニュースでした。ではここで番組からのお知らせです。リース1212で隔週の土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。投資を始めたばかりの人、新しいニーサの始まる今年こそ投資のと準備を始めている人、そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたい方などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は7月1日の土曜日です。朝6時からぜひご覧ください。そして週刊のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定です。ではまたテレビ、YouTube でお会いしましょう。さようなら。